こんばんは、荻上チキです。こんばんは、南部ひろみです。荻上チキセッション22、今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はですね、国際的な、歴史的な動きがありまして、はい、金融市場もですね、それから、まあ、世界の動静もどうなっていくのかということで、非常に、混乱と、まあ、歓喜している人たちもいるんですけれども、広がっているような状況がありますね。このニュースを今日はやっぱりしっかり取り上げてですね、一体これから世界がどうなるのかということをいろいろと考えていきたいと思います。今日はオープニングからですね、現地の方とお電話つないでいろいろお話を伺いたいと思いますので、はい、早速行きたいと思います。今夜のメインセッション、テーマはこちらです。メインセッション、探求モード。イギリスの国民投票で EU 離脱派が勝利、その背景と今後の動向を探る。というわけで、はい、EU 離脱の是非を問うイギリスの国民投票は、離脱派が過半数を獲得し、勝利を確実にしました。はい、でこの結果を受けて、EU 残留を訴えてきたキャメロン首相は、辞任の意向を固め、イギリスは今後2年以上の時間をかけて、EU と脱退交渉を進める見通しとなっております。はい、でこの一報は、日本でも衝撃的に伝えられておりまして、日経平均株価は1200円余り下落。外国為替市場では一時1ドル99円台まで円高が進行しました。で、こうした金融市場の混乱というのは日本だけではなくてですね、はい、もちろんユーロも揺らいでますし、うん、アメリカのドルも揺らいでいるという状況もあってですね、はい、まあ、各国いろいろな影響、波紋というのが広がっている状況にあります。で、ヨーロッパの大国、イギリスが EU 離脱を決めたということでですね、まあ、この世論がこれから具体的にどういうような政治につながるのかということも気になるんですけれども、他にも様々な国への波及効果というのもあるわけですね。影響も出てくるわけですね。はい、今夜のメインセッションではですね、この結果を受けまして、今後の展開、影響、様々な角度からイギリスの行方や世界の行方を考えていきたいと思います。はい、では早速、現地イギリスの方と電話をつないでいきたいと思います。イギリス在住のジャーナリスト、小林銀子さんとお電話がつながっております。小林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず小林さんは今回の投票結果どのようにご覧になってますか？ですね、まあ、非常に残念だなと思っております。はい、と言いますのはですね、ご存知とは思うんですけれども、離脱派とそれから残留派の選挙戦が熾烈な戦いがあったんですけれども、最後の最後はですね、離脱派のポピュリスト的な発言によってこの引き上げてしまったなっていう感じがあるんですよね。例えばその、離脱派の方 の上の方が言うには、この国にイギリスに主権を取り戻すんだとかですね、はい、そういうようなことを言うんですよね。そして、専門家がいろいろ、例えばイングランド中央銀行とか OECD とかがもし離脱すれば経済が危なくなるっていう数字を出すとですね、その離脱派の方は専門家の言う話は信じないと、そういうエスタブリッシュメントの話は嘘であって人を落としてるって、そういう作戦で来ているんだっていうようなことで、こう反 EU 感情とか移民への不安感をこう煽るようなことを言うわけなんですよね。それになんかこう押し切られてしまったなっていうのは非常にこう残念な感じがします。なるほど。そうした今回 その離脱派の勝利なんですけれども、その一方はイギリスのメディアではどのようなトーンで伝えられているんでしょうか？ですね、一番最初はBBC とそれから ITB という民間のテレビ局が報道したものですから、比較的ストレートな感じだったんですけれども、新聞を今朝の新聞を見ますとですね、今朝の新聞はまだその最終結果が出る直前に出たようなものなんですけれども、はい、例えば左派系の愛という新聞があるんですけれども、その一面の見出しは国が2つに分かれた、アネーションディバイデッドというタイトルになっておりまして、ガーディアンもページ一番最初がその国がバラバラになったので、政党 の党首たちがこうなんとか国民の心を捕まえようとしているというようなトーンになっておりまして、やはり、はい、今日に続いてもやはり国がこう2つに意見が分かれてしまったっていうことをこう嘆くといいますかですね、困ったというような論調が出ておりますけれども、なるほど。他に例えば、はい、右派的なメディアもあると思うんですけれども、そうしたものの中では喜んでいるメディアもあるということでしょうか？そうなんですよ。例えばその大衆紙のサンっていうのがありますけれども、はい、そちらのウェブサイト、結果が出た後にこう見てみますとですね、これは
国民がこの決断をしたというようなことで、もう国民が勝ち取ったんだというような、こう勝ち誇るような見出しの記事が出ておりまして、はい、それから離脱派の人のトップにいたそのジョンソン、ボリス・ジョンソンさんというロンドン市長さんがいる、元のロンドン市長さんがいるんですけれども、はい、その方があのこれは非常に素晴らしい機会だということで、あの発明したんですけれども、それをトップに持っていくようなあの見出しをつけた記事を保守系のテレグラフというこのテレグラフという新聞は離脱派の新聞だったんですなんですけれども、はい、それをそのトップにしたあのウェブサイトを一面を作ってますですね。なるほど。それぞれの、まあ、新聞の主張のトーンも、まあ、色濃く出ているのが今日の反応だということになるんですね。そうなんですよ、あのそれからメディアだけではなくて、その残留派の方々、それから離脱派の方々、それぞれの党派の方々はどういった反応をしているんでしょうか。あの離脱派の方々はですね、あの当時のそのキャンペーンの上に立った人とか、あるいはあのツイッターなんかを見てますとですね、やはり今日は非常に素晴らしい投票日は、あの素晴らしい日だったとか、あるいは独立、本当にイギリスが独立したする日だった、した日だったっていうような非常に褒めるような論調でですね、はい、あとはその逆に言いますと、例えばスコットランドではあの残留派の方が多いんですけれども、そこの今自治政府の党首のスタージョンさんという女性の方はですね、非常に残念だということで、はい、あのそういうコメントを寄せてまして、あのブレア元首相もやはりあの残留派だったんですけれども、はい、非常に残念で、もう欧州はこれで大きな危機になってしまったということで、あの今こそ国を統一していく時期だというようなことをあの発言してますですね。なるほど。でも例えばスコットランドの場合ですと、仮に EU 離脱ということになれば、スコットランドもそれの立場、独自の立場というものをどうしようかということで問うことにもなりそうですよね。そうなんですよね。でそれあの前からちょっと懸念されていたんですけれども、実際にその投票を見ますとですね、スコットランドがやはり、はい、あの残留を目指して、あの残留に投票した方はとても多くてですね、ですのでこのスタージェンさんが言うにはですね、あの2014年にスコットランドで住民投票があって、その、はい、あのイギリスから独立するかどうかっていう投票がありましたけれども、あれでまあ僅差でその残留あのということに決まったわけですけれども、このスタージョンさんが言うには、今こうやってそのイギリスが離脱したすることになりましたので、もう一回その住民投票をやる準備を進めたいということを発言していますね。はい、つまり EU を離脱するイギリスとは独立をして、スコットランドとしては独立国として EU に参加をしたいということになるわけですか。そういうことなんですよね。なるほど。そうした中で、あの離脱派の方々喜ばしいということで、まあ、ツイッターなどでも、まあ、ポジティブな意見を表明しているということですけれども、はい、あの今日1日だけでもですね、株、為替いろいろと動いておりまして、はい、それの例えばデメリットの面などについては離脱派の方々はコメントはしたりしていないんでしょうか。ですね、今のところあの、まあ、今朝、まあ、あの初めて分かってよちゃんとした結果が出たんですけれども、今のところはほとんどその、あの悪い結果についてコメントしているのは、あの残留派の方たちでですね、あの離脱派の人たちはそういう悪いところはあまりあのツイートしたり、あの悪いふうに受け取っていないようで、まあ、あの悪いことが あっても一時的だとか、あるいはそのうち、まあ、EU も考えて、なんとかそのイギリスにいいようにやってくれるだろうっていう、そういう楽観的な声が今のところは、うん、あの体制を占めている感じなんですけれどね。はい、なるほど。そういうふうにその意見があの分かれた中で、これからあの、まあ、EU 離脱という世論を受けて、国政の方でもですね、まあ、EU と交渉していかなくてはいけないのかというような状況になるわけですよね。そうなんですよ。そうなんですよね。そういう状況の中で、あのですので、まあ、キャメロンさんが自分ではそういう交渉はあのトップに立ってやることができないので、10月ぐらいであの首相を辞めたということを、まあ、言い出したということなんですけれどね。なるほど。今回あの直前までですね、残留派と離脱派、まあ、あの拮抗していたような世論調査がずっと続いていたわけですけれども、はい、あのそれでも、まあ、残留派が、まあ、多少有利なんじゃないかというような、そうしたようなあの予測が、まあ、強かったと思うんですが、それがどこで差が今回ついたとお考えになりますか。ですね、あのおっしゃられるようにずっと拮抗してまして、その特にあの16日にその
ジョー・コックスさんという女性の下院議員の方が殺害されてからですね、はい、やはりこんなにその離脱あるいは残留でいろいろお互いにきつい言葉を言っている時期じゃないということでちょっとこう冷めたような部分があって、その後からちょっと残留派が伸びまして、投票が終わって午後10時から開票が始まって、その時点ではやはり圧倒的に残留じゃないかという声があったんですが、でも最終的にやはり差がついてしまって、その離脱派が勝ったんですけれども、よく言われているのはですね、残留派の方は経済のことを前面に出したんですね。離脱するともう経済がめちゃくちゃになると、ですので、その普通の選挙ですと経済がやっぱり一番大きい要因ですよね。そうですね。ところが今回に限ってはその感情論が勝ったんじゃないかというふうに言われているんですよね。はい、感情論、それは、その離脱派の方々にとっては、感情的な面というのはおそらくその人たちの日常生活によって生まれたいろんな感情があると思うんですけれども、そのあたりに対して残留派の方々が訴える経済政策の部分がなかなか噛み合わなかったという点があるんでしょうかね。そうなんですよ、まさにおっしゃるその通りでですね、その感情に訴えるって言ってもやはりその原因があるわけで、やはりその、はい、EU 官僚制度に対する反発というのもありますけれども、やはりもう一つはその金融危機以降にですね、移民が増えたことでいろいろな学校教育の現場とか健康サービスとか役所のサービスとかが使いにくくなったりしてきたんですね、はい、ですので、例えばもし残留のままでいると、EU は人と物のサービスの自由に行き来ができますから、実際にその移民を制限することはできないんですけれども、そういう無制限に今まで通りに EU からたくさん市民が来ていいのかとかですね、例えば 3.5 億ポンドという大きな金額を毎週EU の方に払っているんだけれども、これをもし EU から出ればこのお金を国民健康サービス、みんなが使うその医療サービスに使えるんだよというようなことでこう訴えてかけてきたということで、やはり日常的に不満があって、それに EU を出れば解決できるというようなこう論法で、離脱派がやってきたものにこう感情がこう揺り動かされたというのはあると思いますですよね。なるほど。確かにその学校に移民の生徒が増えた、だから言葉が通じないであるとか、はい、病院が混むようになったといった、はい、そうしたその住民サービスへの不満というものが、行政の方に向くのではなくて、EU に入ったから移民が来たからだというような格好で議論がされていったということになるわけですかね。そうなんですよ。本当はそうなんですよ。実際に行政の方の責任なんですけれどね、ただ、もう一つその2008年の金融危機以降に今の政権が、今のっていうか、その2つ前なんですができていったんですけれども、そうすると財政緊縮策を取ってまして、公的サービスをずっと削減してきたんですよね。ですので、それもあってやはり生活がきつくなって、本当はおっしゃるように移民じゃなくて行政の方に向くべきだったんですけれども、どうしてもその目の前にいる移民の方にこう反感が、不満感が向いてしまったっていう部分が確かにありますね。これからいろいろ準備をしていく、つまり離脱の準備をしていくということになると思うんですが、はい、その間にいろいろと例えば株であるとか企業の撤退であるとか、いろんな現象がイギリスの中で起きてくると、そうしたようなものを目の当たりにして、なお離脱派の勢いというのが2年以上保たれるのかどうか、ここも注目ですよね。多分かなり一つですね、気持ちは続かない部分かなり言えるんじゃないかと思いますですね。というのはですね、その離脱派がこういう明るい未来が待ってるよって、EU を出さえすればもういろんな問題が解決できるってずっと言ってきましてですね、実際に具体的にはどういう生活が待ってるのかっていうのを示してないんですよね。ですので、実際にその今日もずっとそのポンドかなり下がってますけれども、そういうのを見たときに、やはりビジネス上、生活上、給与上のいろんな影響、悪影響も出てきますですよね。そうすると、そこでちょっと我に返る部分はこれから出てくるんではないかと思いますです。そうした世論がどういうふうに影響していくのか、これもちょっと見ていきたいと思います、はい、はい。小林さん、ありがとうございました。いえ、ありがとうございます。失礼いたします。失礼いたします。イギリス在住のジャーナリスト小林銀子さんにお話を伺いました、はいはい、では今夜のゲストをご紹介しましょう。昨日の特集メインセッションに引き続きまして、早稲田大学教授でイギリス政治にお詳しい谷藤悦司さんをお迎えしました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また後ほどじっくりと伺いたいと思うんですけれども、まずは谷藤さん、この、EU を離脱することが決まったというこの一報を受けてどのように感じてますか？大変驚いております。
昨日申し訳ございません、私はなんとなく昨日は残留派が勝つんではないかというようなニュアンスでもってお話をしてって、それで帰ってしまいました、で家に帰りましたらちゃんとイギリスの友人からメールが来ておりまして、それでも世論調査をよく見ている友人なんですけれども、残留派の方が少し多いなっていうふうなことで、残留派が勝つというようなそういう知らせがありました、それからもう一つ極めて実用主義的で現実的な判断をするっていうのが、まあ、イギリス人の典型でありますので、最終的には何か経済的なリスクって言われるようなものをちゃんと理解して、やっぱりこれは大きなリスクじゃないかっていうことを判断して残留派に向かっていくんじゃないかなっていうふうなことを昨日帰りましても考えておりましたもので、こういう結果になるというふうなことは思ってもいませんでした、今ちょうどあるところに原稿を書かなければなかねっていう事態になっておりますけれども、原稿を全面的に書き換えなければいけないっていうような事態に陥っています、それほど私にとりましては驚きでありました、まあ、今回はですね、まあ、かなりその、まあ、投票の結果も含めてもこう拮抗しておりまして、どちらになってもおかしくないような状況だった中で、例えば1日2日投票日がずれていて、その間例えば世論の、まあ、例えば取り上げ方とかメディアの報じ方とかそうしたものが変わるだけでも違った歴史になっていた可能性もあるわけですよね。そうですと思いますね、大変いわば雨が降ってたらしいですけれども、その割には非常に投票率も高いっていうふうなこと、やっぱりそれだけの大きな関心があったんだろうというふうに思いますね、ですからもう少し何かの変化がありましたら、この結果は違うような形で出ていった可能性もいっぱいあるだろうというふうに思いますね。なるほど。さてそうした中で、今回はですね、谷藤さん専門家も驚きの、離脱という結果になったわけですね、イギリスは EU を離脱するという結果になったわけですけれども、ではこの結果をどういうふうに考えればいいのか、どうしてそうなったのか、これからどうなっていくのか、いろいろな専門家の方と今日は議論をしていきたいと思います、まずはですね、経済の専門家の方とお電話がつながっております、みずほ総合研究所上席主任エコノミストの吉田健一郎さんとつながっております。吉田さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。吉田さんもイギリスにいらっしゃったという経験をお持ちということなんですけれども、今回の離脱派が勝利したという結果、どのようにお考えになってますか？事前の世論調査という意味ではですね、非常に拮抗していたということ、ではありますので、どちらに転んでもおかしくない、状態であったというふうには考えています。はい。ただ私自身もですね、今お話にありましたけれどもですね、結果については非常に驚いてますし、やはりショックだなという気がいたします。なるほど。そのショックだというのは具体的にどういった点がショックだというふうにお感じになっていますか？それは一つはそのイギリスがですね、これから欧州の中でどういうふうにやっていくかという、先行きを考えるときにですね、やはり出ていくということはですね、イギリスがその EU の中あるいは世界の中でのプレゼンスが落ちていくんではないかとかですね、そういう先行きを考えたときにはやはりマイナスの影響が大きいと思いますので、その意味でショックだということですね。なるほど。もともと今回その残留派残るべきだという立場の方は、イギリス経済にダメージが大きいじゃないか、EU を離脱することによってデメリットが大きいという話を、されていました。で、今回は離脱派勝利という結果があったわけですけれども、今日1日で具体的に経済の影響というのはどういうふうに動いていますか？今日1日という意味ではですね、もちろんその実際のですね、貿易取引ですとかそういうものに影響が出ているわけではないと思います。はい。ただその金融市場が大きく動きましたので、その影響というのはもちろん出てくる可能性はあるかなというふうには思います。なるほど。例えば、株価が大きく下落しておりますので、株価が下落するとですね、家庭の皆様がですね、先行きどうなるかわからないって消費を控えようとかですね、マインドが悪化してしまうということは考えられると思います。はい。そうしたその株が下がるということがどれぐらい持続するのかということも含めて見ていかなくてはいけないわけですよね。おっしゃる通りですね。もし株が長期的に下がれば企業への収益にも打撃が出るということにもなるでしょうし、そうすれば長期的には労働者いろんな人たちにも影響が出てくるということになりますよね。それだけじゃないですね。先行きのその影響という意味で一つ考えないのは、先がどうなるかわからないということの影響かなというふうに思っております。はい。これはその不確実性という呼び方をしているんですけれども、先がどうなるかわからないので、例えば企業さんにしてみればですね、一旦投資の判断をその先送りしてみたりですね、
家庭の方であれば、先ほどのように一回ちょっと物を買うのを抑えてみたりですとか、まあ、雇用にしてもですね、一回ここで人を雇っていいんだろうか、ちょっと雇うのをやめようということになったり、そうしたことがすべてその重なり合ってくると経済には下押し圧力になるんじゃないかなと思いますね。この循環が出るというようなことになっていくわけですよね。長期的な今短期的にはまあそれほどでもないという話がありましたけど、今後イギリス経済にはどういった影響を長期的に与えていくというふうにお感じになってますか？長期的にはですね、これはですね、今の時点ではまだよくわからないというのは正直なところでございまして、はい、なぜわからないかといいますと、これからですね、イギリスというのは欧州連合 EU とですね、新しい関係性をどういうふうに作っていくのかというのは協議をすることになっておりまして、これはその最低でも2年間は続くというふうに考えてます、はい、ですのでその内容によってですね、その先行きというのも大きく変わってくるんですね。今そのイギリスはその EU の中におりますので、はい、物ですとかお金あるいは人サービス、そういったものを自由にですね、言ってみれば東京と大阪でやり取りをするようにできるわけです、はい、ご想像いただきたいんですけども、東京と大阪の間にじゃあいきなりこうボーンと垣根ができてですね、その取引をやるときに例えば税金をかけてみたりですね、人を自由に移動させることができないとなった場合というのは長期的にも大きな影響があるんじゃないかなと思います。そうですね、そうした影響というのがこれから、まあ、端々にいろいろと出てくるのではないかということが、まあ、予想できるけれども、それが具体的にどの程度なのかということはまだわからないということですね。もし非常に楽観的に見ればですね、そうしたその人ですとか物ですとかお金とかサービス、それは一体化というのはその E の中では単一市場というふうに呼んでるんですけれども、その単一市場の中にイギリスがとどまることができれば経済的な影響というのは相対的に軽微なんですけれども、はい、今回 の, その離脱キャン、まあ、国民投票のキャンペーンの中でやはり EU 離脱派がですね、勝てたのは移民の問題に焦点を絞ってきたからなんですね、はい、それはそのヨーロッパから多数の移民が入ってきて、まあ、自ら の, その職を奪うんではないかとか、社会保障システムを圧迫するんじゃないかとかっていう懸念にノーを出したと。そうするとその EU の中でですね、人を、はい、移民を受け入れるってことにはノーを出す可能性が高いんですね。そうですね、世論としてはそういった声が大きくなったわけですからね。そうです。そうしますとですね、 EU の側としてもその単一市場、 EU の単一市場の中にイギリスを入れるわけにはいかないという議論になる可能性があると思ってます。はいはい。となると、やっぱりその経済圏から脱しようというような圧力が国内では高まっているということになるので、そうした経済圏だけまあ関与し続けるということも現実的には難しくなるんじゃないかということですか？もちろんですね、可能性としてはゼロで、可能性、他のやり方というのはあってですね、例えば今日本は欧州と経済連携協定を結ぼうとしていますね、はい、アメリカも欧州と経済連携協定を結ぼうとしています。そういう形のいわゆるFTA 自由貿易協定みたいな形でですね、経済に的を絞って交渉していくというのは可能だと思います。なので私自身はそうした方向にイギリスが進んでいくのではないかなというふうに思うんですけれども、はい、それでもやはりですね、その単一市場の中にいるのよりはですね、若干コストがかかってきたりしてですね、はい、経済にはマイナスなんじゃないかなというふうに考えられています。なるほど。こうしたそのイギリスの中でですね、まあ、経済的な影響がこれからどう出るのかということなんですけれども、そもそも今のイギリス経済というのはもともとどういう状況にあったんでしょうか？イギリス経済自体は比較的ですね、ヨーロッパの中では好調を維持しておりまして、はい、景気の回復が始まったのはですね、これは2013年の3月ぐらいからなんですね、この頃政府が発表した政策の結果もありまして、住宅の価格が上がり始めたんですね、はい、家の価格が上がりますとですね、家を持っている人はその値上がり益というのがありますし、新しく家を建てようと思えばですね、それに関連する消費も出てくるわけですね、はい、で同時に株価も上がったもんですから、そうした個人消費が中心に盛り上がってきたわけです、なるほど。ところが今の状況というのはその株価が反転してますし、家の価格も下がるんじゃないかというですね、見方も出ています、はい、そうしますとイギリス経済はマイナス減速することが考えられて、実際その財務省の試算ではですね、即時の早いインパクトとしてすでにその7月期次の期からですね、マイナス成長になるんではないかというような予想を出してたりもしてます。これからですか？そうです。なるほど。
これまでの所得やですね、それから例えば賃金などはどういうふうに推移していたんでしょうか。賃金はですね、先ほどですね、住宅価格が消費が伸びたと申し上げたんですが、はい、その時というのはですね、これまで持っていた貯蓄を取り崩す形であまり賃金が伸びてなかったんですね。だから賃金が伸びたらいいなと言っていたところで賃金が伸びてきたんです、その後にですね、はい、でよかったんですけれども、最近はその賃金の伸びがちょっと鈍化をし始めていたところでして、これから大丈夫かねというような話が出ていた矢先だったんじゃないかなと思います。なるほど。所得に関してはいかがですか。賃金ですので、お給料ですね、なのでそれがその直接その所得になりますのでですね、その経済全体で見ますとですね、その一人一人がどれくらい賃金をもらっているのかということと、働いている人がどれだけの人数いるのかっていう、その掛け算でですね、経済全体で使えるお金っていうのは決まってくるんだと思います。そうですね、賃金といったときに、その平均の賃金の部分と、それから例えば最低賃金やですね、そうした部分などはいかが、どういった推移はしているんでしょうか。統計上はそこまで月次で発表されているものっていうのはないんですけれども、賃金全体として例えば民間企業の賃金というのは前年比で、2% 台というようなところでですね、伸びておりまして、はいはい、それなりに好調ではあったんですね。なるほど。そうしたような経済状況の中で、今回の結果が、むしろ反転材料、マイナス材料になるんじゃないかということになるわけですね。おっしゃる通りです。イギリスだけではなくてヨーロッパへの影響についてはどのようにお考えになってますか。ヨーロッパにつきましてはですね、いくつか影響があるかなと思いますけれども、一つはイギリス経済自体が減速することによってですね、ヨーロッパお隣ですので、欧州からの輸出が、減るというのが一つですね。でもう一つはこれはその欧州に限らず日本もそうですけれども、先行きがよくわからないとか不確実だなと思うことによってですね、企業の投資が落ちてしまうということですね。はい、特にヨーロッパの場合はですね、経済成長を見てみると、これまで投資の勢いっていうのがあんまり強くないんですね。欧州としてもそれを伸ばそうとしていた矢先にこうしたことが起きてしまうとですね、そこに与える影響というのはやっぱり大きくなるんじゃないかな、投資に与える影響というのが大きくなるんじゃないかなと思いますね。なるほど。ということは足がこう鈍くなっていくというようなものが予想できるということですね。場合によっては減速ということもあると思います。はい、日本でもですね、その円高が進行していまして、また株安ということになってますけれども、これ日本経済の今後の影響、ダメージというのはどういうふうに考えればいいでしょうか。日本経済の影響についてはですね、影響が大きいのはやはり今おっしゃられていたような金融市場の変化を通じたものが大きいかなと思っております。はい、今日もドル円相場は一時100円割れということだと思いますし、日経平均株価もですね、1万5000円割るというような展開になってきているんだと思いますので、はい、そうしますとですね、輸出円高になりますとですね、やはり輸出企業にとっては悪影響が出るということかと思いますし、株安になりますとですね、個人消費に悪影響を与えると。でただ問題はそれがどれくらい続くかということだと思うんですよね。はい、そうですね。これが来月とか明日に戻してやればほとんど全く影響はないというふうなことかと思うんですけども、ただなかなかですね、今円が買われている背景にあるのは、円という通貨が安全資産として、例えば金みたいなですね、そういうのと同じような位置づけで買われている面があるんですね。ですので今後もどうなるかわからない状況が続くのだとするとですね、なかなか円安に戻っていくというのは難しいんではないかなと考えております。なるほど。これ例えばですね、そのイギリスにおける日系企業であるとか、それからヨーロッパとその貿易をしている企業であるとか、そうした企業の与えるその経済面での影響というのはいかがでしょうか。イギリスにありますその日本企業さんというのは大体数としては1000ぐらいあるんじゃないかというように、考えられておりまして、はい、こうした企業さんというのはもちろん国内でやっていらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、ヨーロッパに物を輸出されていらっしゃる方ってもいらっしゃるわけです。で先ほど繰り返しにはなるんですけれども、すぐに影響が出るということではないです。はい、やはり EU とどういう協定が結ぶかによって決まりますので、それによってまた結果が異なるということかと思います。はい、ただその最悪の場合はやはり EU に輸出するときにですね、関税がかかったりということになりますので、
そうすると関税の分だけですね、コストが上がりますので、はい、収益に悪影響を与えるということかと思います。なるほど。そうした場合は、まあ、場合によってはそのイギリスから別のところにその企業を移すであるとか、そうしたことも判断としては出てくるんでしょうかね。そうですね、これはやはり日本企業すべて、イギリスには日本企業すべてについて言えるのは、そのヨーロッパ戦略であるとかイギリス戦略っていうのを考え直す、見直す必要っていうのはあるわけですね。その上で大陸の方がいいと思えば大陸に出ていくってことも考えなければいけないんじゃないかなとは思います。なるほど。対イギリスとの貿易に関してはいかがでしょうか。日本からのイギリスへの貿易っていうのはですね、日本の輸出量の大体 1.7% ぐらいなんですね。はい。なのでそんなに大きくないです。ただヨーロッパ EU っていうことになりますとですね、まあ、イギリスを除いて大体 9% 弱ぐらいなんですね。はい。なので欧州の経済がブレクジットによって減速するということになりますと輸出も影響を受ける可能性があるということです。なるほど。1割近くを占めているということであれば影響は無視できないですよね。まあ、イギリスの経内需がこう 1% 落ちれば 10×1% の 10% なんで、まあ、0.1% ぐらいは影響を受けるということだと思いますけどね。なるほど。今後特に経済面でこういった動きに注目をしておくというのはですね、そうしたその吉田さんの見方というのはいかがですか。先ほど申し上げた通り、その金融市場の変化というのがですね、大きな影響を与える可能性がありますので、はい、それに対してその世界の各国がですね、協調してどういう行動を取っていけるのかというのが一つのその鍵になると思います。はい。これから土曜日曜日に入りますので、その土日の間に例えば G7、G20、そういったですね、国際協調の場でどういったメッセージを出していけるのか、はい、また EU の首脳も集まりますのでですね、EU としてどういうメッセージを出すのか、場合によってはその通貨為替市場に介入するといったようなこともですね、それでも収まらないような場合にはですね、考えないといけないかもしれないなと思いますね。なるほど。各国の金融政策をはじめとした具体的な政策はどうなるのか、ここもやはり注目ということになるわけですね。おっしゃる通りです。はい、わかりました。というわけで吉田さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。みずほ総合研究所上席主任エコノミストの吉田健一郎さんにお話を伺いました。というわけで、経済の側面からですね、まあ、イギリスへの影響、それからヨーロッパへの影響、日本への影響、それぞれお話を伺いましたけれども、短期的にはいろいろと、まあ、株価の動きというのもありますが、長期的にどうなるかはまだ見えにくいようなところがある。はい。ただ本気で離脱ということになれば、長期的にはイギリスをはじめとして、まあ、経済的な悪影響というのは出てくるだろう、それが波及してくることもあるだろうというようなところありましたね。谷藤さんにお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、今回その経済的な観点から見るとやっぱりマクロ経済においては非常に大きな影響がインパクトがこれから出てくるんじゃないかというような見方もありました。はい。でこうしたことは実は残留派もしきりにずっと訴え続けてきていたことではあるわけですよね。 そうですね。はい。そうした声が離脱派には届かなかったっていうことになるんです。はい。なると思うんですけれども、離脱派が勝利した要因というのはどういうふうに考えればいいでしょうか。はい。ここにですね、今日も持ってきたんですけれども、なぜイギリス政府は EU にとどまるということがイギリスにとって最善の決定なのかっていうような、はい、このいうパンフレットをですね、いわばキャメロン政権はみんなイギリスの家庭っていうのに配ったわけなんです、はい、政府として。はい。これによって一生懸命いわばイギリス国民を説得しようとしたわけなんですね。でこれを全部見ますとですね、何を中心に書いてあるかというと、まさに経済のことが中心にほとんど書かれてあったんですね。はい。で圧倒的にまさに今すごく吉田さんが非常に丁寧に説明してくれたっていうふうなこと、それまでには至らないですけれども、分かりやすい形で一生懸命説明してくれてるんだけど、だけど残念ながらこれが説得的ではないっていうふうな、心に響かなかったっていうふうなところがあるというふうに思いますね。経済に集中することで逆に失敗してしまったというようなこと、それは分かるかもしれないけれども、他はどうなんだっていうふうなメッセージがここにあんまりないんです。
これどうなんでしょうか。具体的に訴えられているそのこの、例えば残留派の人たちが訴えている政策というのは、うん、まあ、今までの話ですと全体的なそのマクロな経済的影響、マクロ経済的な影響ということを中心にして一生懸命述べているだけなんです、はい、これだけ失われてしまうよというようなこととか、というふうなことですね。そうですね、はい、そうしたことで例えばその、まあ、例えば賃金がうんぬんって話もありましたけれども、うん、生活実感に訴えていくためには人々の不安を取り除くというようなメッセージも、はい、そういうことです。同時に発する必要はあったと思うんですけれども、はい、そこのあたりは例えば反 EU 感情って言われるものは単なる経済的な利益だけでもって測られなかったっていうことなんだろうというふうに思うんです。うん、例えば移民の問題、はい、ちゃんと移民の問題はコントロールしてますよっていうことだけはこのメッセージの、あ、このパンフレットの中でメッセージとして書いてるんです、しかしそれもごくわずかしか書いてないんですね、はいはい、でイギリスの中で例えば移民についてもですね、ミスアンダースタンディングっていうか誤解っていうものがいっぱいあるんです、だから例えばシリア難民が100万人だとか80万とか100万超えるような形で入ってくるっていうふうなことの以前にも移民問題っていうのはイギリスの中であったわけなんですよね、その移民問題があった中でなんとなくそういう移民が入ってくる、それは昔のイギリスの帝国主義的なやっぱり植民地政策の一つの名残として負の遺産としてイギリス受けられなかった、受け入れなければいけなかったっていうところなんですね、はい、そこに新たに何があったかっていうとシリア難民だとかって新しい問題が来た、そういうものがどっと入ってくることによって何かっていうと昔なんとなくそういう移民っていうものがイギリスの中に入ってきたっていうことに対してこれ刺激をしたっていうふうなことで、これ13年14年ぐらいから急速に移民に対する一つの反感みたいなものがやっぱり出てきたっていうふうなことで、そこから少し排外主義的な感情が出てきて、でどちらかというと言えば排外主義的な運動というか右派ポピュリズムって言われるようなものを支持するような、はい、いわゆるイギリス独立党を支持するっていうような動きっていうのは出てきたんだと思うんですね。なるほど。その部分っていうのをきちっと、いやこう昔のこういう今こういう状況が起こってるんだよっていうふうなことをきちっと説明できなかったイギリスの政府の責任というのはあるんではないでしょうかね。今右派ポピュリズムという話がありましたけれども、はい、昨日の放送の中で、うん、このイギリスの離脱をですね支持する層と残留する層を分けて話していただきましたよね、はい、で離脱する層には保守党の中でも右派の人たちだとか、はい、あるいは例えば、まあ、民主系のですね左派の人たち、はい、要はまあ、リベラルなんだけどより左翼系の方々が離脱に対して賛成するという話がありましたよね、はい、今右派ポピュリズムというふうに、まあ、お話しいただいたんですけれども、この左派系の人たちの動きというものは今回どういうふうに理解すればいいんでしょうか。はい、今回のですね支持残留かしないか離脱かというふうなことに対してどこの勢力が支持したかというふうなことをクリアにきちっと分けることはなかなか難しいんですけれども、相対的にアバウトな形で少し言いますと、やや低所得層の人っていうものが離脱派っていうことであって、はい、で中産階級からやや所得の高い人って言われるようなところが残留派っていうふうなことがあった。それから低所得層っていうのは2つのパイプに分かれます。一つは何かっていうと右派ポピュリズムに支持を与える人、それから左派ポピュリズムに支持を与える人っていうふうな低所得者層が2つに分かれます、はい、例えば労働党でコービンが今党首になっておりますけれども、コービンを支持した人はどちらかというと左派ポピュリズムの人たちっていうふうなところにあるというふうに思います、この人たちはまさにコービンが離脱派であったと同じように、この人たちは今回も離脱派ってやれるようなものを支持いたしました。所得で見ると党派で見ると大体そうになっているという。コービンたちはどういった論理で EU から離脱すべきだというふうに言っていたんでしょうか。やっぱり首相っていう党首という地位に立つことによって現実的な判断をしなければいけないというふうなことと、党としての統一っていうものを保たなければいけないというふうなこと、これはまさにキャメロンの裏返しとして、保守党が統一しなければいけないと同じように労働党も統一しなければいけないということで極めて現実的な選択として、あるいは先ほど吉田さんが説明してくれたようにイギリスが抱える経済的なリスクっていうものを回避するために、はい、残留っていうことで党首になって帰るっていうふうなことになったわけなんですね、はい、でそのようないわば変説っていうのは公民の中にはありました。ただもともとは離脱ということを言っていたで、ね、まさに彼はどちらかというと労働党の中でも周辺におりましたし、左派ポピュリズムに一番近い、いつでも労働党主流に反対をしてたっていうふうな政治家であり続けてきたわけですから、
例えば移民の方々に使っている金とか、あるいは EU に払っているお金というものを、それを国民に見られれば、もっと社会保障が上がるじゃないかというメッセージ、これはどちらのポピュリズムにもこう刺さりそうなメッセージですね。まさにそういうようなことがありました。まずその所得だとか、そういう社会保障の問題というのは、そういう所得階層の低い人たちというものの心を掴んじゃったというところが一つはあるというふうに思います。あと政党で言えば、自由民主党は完全に残留派っていうふうなことになります、はい、それから、イギリス独立と UKIP が離脱派、はい、スコットランド国民党は残留派っていう党派的な形で言えばそういうことになります、うん、世代で見ると昨日も言いましたように若者層っていうものが残留派って言われるようなこと、残留派は圧倒的多くて離脱派は少ないっていう、しかし50代になりますと圧倒的に離脱派が多くなるというようなことになりまして、それで若者との大きな世代のによって随分見方が違ってくるというふうなことになります。ですから私は今先ほどは吉田さんは経済のところから説明されてくれましたけれども、はい、実は今回の選挙国民投票の中で明らかになったことは非常にいわば世代の対立、政党間の支持の対立、はい、所得の対立って言われるようなものがまさに残留か、いわば離脱かということで鮮明になったということで、その意味でイギリスのさまざまな亀裂って言われるようなものを鮮明にしたって、これを再統合するにはイギリス政治はこれから大変な努力が必要じゃないかっていうふうに思って、一体誰がやるんだろうというような、私はある意味ではなんか EU との危機って言われる問題もありますけれども、私はイギリス政治はかなり大きな危機を抱えるっていうことになったんではないかというふうに思っています。これ不思議なんですけれども、はい、例えば今回はイギリスの自治を取り戻せということをですね、まあ、離脱派の方々は言っていたわけですよね、はい、でその自治っていうメッセージが例えば強制っていうメッセージを排除するような仕方で叫ばれるような場面が、はい、これイギリスだけではなくてこう続いているような状況があると思うんですね。要はなぜかその排外的なメッセージとエスタブリッシュメントをこう批判するというメッセージとともに自治という言葉がこう語られるということがある、はい、このセットというのはどういうふうに捉えればいいんでしょうか。そこは今最近 その民主主義のあり方ということにすごく関わってくるというふうに思うんですね、民主主義のもう一つの精神というのは何かというと要は寛容ですよね、はい、どれだけ言えば排外主義的な精神というものを抑えることによって人を受け入れていく、うん、その受け入れの中に、ね、対立って言われるようなものとか相違っていうものを前提としてその中でどうやって合意って言われるようなものを作り出していくかっていうことがデモクラシーの今ある基本的な姿じゃないですか、でしかし今は何になってるかっていうと合わないものを違うものは排除しろっていうふうな形でもっていわばデモクラシーが展開されているっていうふうなことになってる。そこに背景にあるのは何かというと、やはりある種って言われるようなもののナショナリズムの台頭って言われるようなものですね。それはやはり昨日もお話申し上げましたように EU が成熟していてだんだん主権国家が持っているような権限って言われるようなものを超えていろんないわばことをやってくることに対するある種の反発って言われるようなもの、はい、これだけ EU にさまざまな協力をしていて EU がダイレクトに指令をしてくるってその割にはなんか EU っていうものが豊かな生活を及ぼしてくれないじゃないか、結果的に何をしてるかっていうと外からのさまざまな移民だとかそういうものだけが来るわけじゃないか、はい、でそれを受け入れろってそれが寛容だっていうことは何言ってんだって基本的に私たちの生活すら危うくなってくるんじゃないかっていうようなそういうようなことが底流としてずっといわば今回の離脱派の論理の中にもあったし、それはヨーロッパ全体のいわばドイツで言えばオルタナティブっていうふうなところでいろいろな政党運動の中にもある、それはオランダにもあるイタリアにもあるっていうふうな形 でそこら辺がなんかいろんな形でこう共鳴し合うようなところがあるんじゃないでしょうか。寛容さを育むという点でいうならば、はい、実際にその多様性の現場のメリットというものを、まあ、味わってもらうことと同時にやっぱりその不安不満というものを何か異質な人たちにぶつける以前にやっぱりその不安や不満にケアをするという両方の政策が必要になってきますよね。そこですね、まさにそうですよ。先ほど言ったようになんですか、異なる人をたくさん移民を受け入れたんだ、じゃあ移民を受け入れたということによってイギリスの経済がどれだけ潤ったのかって、イギリスの労働力をどれだけ支えていたのか、
ヨーロッパ大陸全体から見るとイギリスっていうのの労働政策っていうのはかなり緩いところがあって、それによって実はイギリスってやれるようなものがかなり言えば得したところがあるっていうふうなところがあるんです、うん、はい、つまりいわば大陸ヨーロッパの社会保障っていうのはがっちり決まってましたから、大変な労働力コストがかかるっていうわけです。だからイギリスはそこを実は EU との交渉の中で実は緩和してたわけなんですね、はい、だから非常にフレキシブルに労働力ってやれるようなものを移動させたりなんかすることができたっていう、それによってイギリス経済って大変潤っていたと、うん、それからイギリスの労働力っていうものを移民が支えた部分っていうのはあって、でそういうことがあるんだっていうことをこういうような政府のパンフレットによって説得的に、はい、いわば選挙民に、うんうん、いわば提示できなかったっていうことを僕は非常に失敗だったというふうに思うんですね。うん、このパンフレットを見ても、まあ、ポップではないなというような感じで、結構頭でっかちな数字がこうずらずら並んでるなというイメージは確かにありますけれども、こんなメールも来てますね。はい、北海道の俊さん、27歳の方です、はい、今回のイギリスの国民投票の結果は私にとって衝撃でした。今回の国民投票はある教訓を含んでいると思います。それは国のリーダーがある考えを持っているなら国民を説得する必要があることです。結果論になりますが、キャメロン首相が EU 残留を望むなら国民投票をしないで EU にいることの意義をもっと説得する必要があったと思います。はい、それは大変正しい意見だというふうに私は思いますね。実は昨日もこれを言いましたように、国民投票って言われるようなもの、これそれも一つの失敗だったんです、それはまさに何かっていうと、キャメロンさんは国民投票によって問題を解決図ろうというふうにしたんです、うん、実は今度は国民投票が問題を先ほど言いましたように対立を鮮明化しちゃって、さまざまな問題を浮かび上がらせる結果になってしまった。その意味で国民投票は問題を解決しないで問題を浮かび上がらせて、こんな問題は今イギリスが抱えてるんですよっていうふうなことを鮮明にしちゃった。大変難しい結果のいわば国民投票だったと思いますよ。なるほど。52対48ですよ、はい、52の人によって政策が決められたということは 48% の人、半分の人がいわば反対をしながら政治が進んでいくっていうことなんですよ、だから離脱をすることはいいのかもしれない、いやそれは選択だったからって言ってここの道を行きましょうって彼は今日キャメロンさん言いましたよね、じゃあこれは 48% の残留って言った人をどうやって説得していくか、誰によってどういう形でっていうふうなこと、これは大変大きな、いわば政治的な課題って言われるものをイギリスの政治が抱えたっていうふうに思いますよ。そうですね。昨日のお話ですと、そのキャメロン首相、首相としてはその支持基盤が弱かったので、保守党をまとめ上げるために、その住民投票をいずれするからっていうような、ある種目の前に人参をぶら下げることによって自分の支持基盤を作ってきたと。はい、そのことによって、住民投票せざるを いないという立場にあったわけですけれども、おそらく楽観的に、残留派が勝つだろうと思っていた節もあるわけですよね。ありますね。ただ本来であればそれだけ先送りするということになるのであれば、その先送りしている間にその残留派の声を強めていくための、足場固めということを具体的な政策を行っていくっていうことをしなくてはいけなかった、つまり住民投票かそれとも対話かだけじゃなくて、住民投票っていうのを先に置いた上でのその間の対話というものも問われてくるという面だったと思うんですけど、この間の対話という点で言うならば、キャメロンさんのここの数年間というのはどうだったんでしょう。そこをですね、いわばそこのところの成果ってやれるようなものをかなり明示的に提示することができなかった。カメロンさんはそれをいわばリフォームっていう言葉を使いまして、いわば何かっていうと EU を改革するんだって、はい、だから EU のさまざまないろんな条件をそのまま受け入れるんじゃないんだっていうことを言ったんです、そしていわばイギリスの言ってるようなことを少しずつ EU に認めさせていくんだっていうふうな、これを 1,2 年間かけてやっていくんだっていう、はい、だから完全にコントロールも、つまり例えば即座にいわば社会給付ってやれるようなものをするんではなくて、4年間をいわば期間を置いて、その期間を置いた後に社会給付をするんだっていうふうなことを言ってたわけなんです、それがリフォームなんだっていうことで、はい、だからこれ移民に対する社会給付ということですよね。社会給付ですね、それを4年間っていうこと、そして移民がその4年間の間に何らかのイギリスに対するある種の貢献をした場合には点数を与えて、その点数を超えたらちゃんと社会給付をやりますよと。だから黙ってやるんではないんだって、でそういうようなことを丁寧に説明していくっていうことはすごく重要だったにもかかわらず、はい、残念ながらそれが説得できなかったということもあるし、その成果が中途半端だったということ、つまり
EU の方が逆に言えばですよ、昨日もおっしゃいましたように、いわゆる政府間主義って言われるようなものがだん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 、いわば国家のような形でもって決定しちゃうと、なかなかそれを変えられないっていうふうな、成熟したシステムになればなるほど、やっぱりそうならざるを得ないっていうふうなところがあったって。そうした中で、例えば先ほどその EU に対して物申すんだというキャメロンさんは、国民に対してアピールしたということですけど、国民の一つの実感としては、やとは言ったとしても自分の労働が奪われているという感覚、それから賃金が下がってるんじゃないかという実感、それから学校が例えば多言語になって対応しきれてないじゃないか、公務員足りてないんじゃないかとか、それから病院が混んでるんじゃないか、これはおそらく高齢者の不満として高まっていると思うんですけど、そうしたことに対する内政的な国内の政治でケアをするという発想、このあたりは不十分だったんじゃないかというふうに思うんですが、残念ながらそれは不十分でしたですね、で先ほど少し経済成長ってやれるようなものは 2% ぐらいってヨーロッパの中ではいいということを言いましたけれども、それがすごくいわば豊かな財源とか財政につながっていったかというと、必ずしもそうとは言えないというふうなことであります。それは日本と同じように、さまざまなやっぱり、医療でありますとか、介護だとかってやれるような部分はまだやっぱり不満の部分が残っているというふうなところで、かなりの大きな格差ってやれるようなものがあるというようなことですね。決してつまり安定的で、それは教育なんかについてもやっぱりそういうようなことが言えるというふうなことが言えるわけですね。そうですね。となると、まあ、一つは例えばポピュリズムという言葉で語るのを一体括弧にくぐって、ある種の不満感情というものをケアするためのさまざまな政策が個別に打たれてこなかったことの、つけみたいなものが一つは政府の側としてはあるということをまず言えるわけですよね、で一方でもちろんポピュリズムという言葉を使って、ある種の自治という言葉の名のもとに覆い隠されたさまざま排外とあるとか不満であるとか、そうしたものが、一つこの吸収材料として離脱派にこう流れていったという側面もあると、両方考えなくてはいけないわけですよね。そうですね、そこがありますね。まず第一期目は残念ながら連立政権であったというようなことで、妥協の中で政治を行わなきゃいけなくなったっていうことがありますよね。まさになんか15年で勝って単独政権になって、ようやく本格的にやろうって言ったときに、彼は約束してマニフェストで約束したもんですから、これをまさに6月の選挙約束したもんですから、これをやらざるを得なかったっていうふうなことになる。なるほど。ではそうした中でですね、他にもいろんな方々にですね、お電話で今回の結果について考えていただきたいと思います。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている荻上チキセッション22メインセッション後半です。今夜のテーマはイギリスの国民投票で EU 離脱派が勝利、その背景と今後の動向を探ると題して、スタジオには昨日のメインセッションに引き続きまして、早稲田大学教授でイギリス政治にお詳しい谷藤悦司さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではですね、前半に引き続き今回の結果についてさまざまな方にお話を伺っていきたいと思います。はい、この春まで1年間イギリスで現地の政治を研究してきた高崎経済大学准教授の哲学者、国分光一郎さんにお電話つなぎたいと思います。国分さん、こんばんは。どうもこんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず国分さん、今回イギリスが国民投票によって EU 離脱を決定というこちらのニュース、どのように受け止めてますか？まずとにかく非常に驚きました。大変驚きました。で、僕はもちろんというべきか残留支持でしたけれども、僕の立場はその離脱派の主張にもすごい聞くべきところがあるっていうことだったんですよ。つまり、EU によってね、さまざまな意味で主権が制限されれば不満が持つ人がいるのは当たり前なわけですね。で、離脱派の中にはその右派だけじゃなくて左派もいたわけですけれども、そういう人たちと、いわば民主主義の名のもとに離脱を主張する人たちもいて、で僕は賛同するわけじゃないけれども、こういう声にはやっぱりきちんと政治が応えなきゃいけないとは思ってたんですね。だけど、今回というか今日このニュース見て、なんか僕の自分について分かったのは、離脱派の主張にも聞くべきところがあるってなんか言っていられたのは、どうせ残留派が勝つに決まっているってこう思い込んでいたし、すごくそう思いたがってたからだなっていうふうに気づいたんですよね。つまり、なんて言ったらいいんでしょうね、その合理的にその考えれば、残留なんですよね、どう考えても。で、それは議論とか見ててもそうだったわけで、離脱派の主張って感情論の域を出てないというか、非常に強い感情に押されてたわけですね。だから、インテリとか、それに特に何と言ってもキャメロン首相は、残留に決まってると、なんていうか、この
賭けに打って出てるときは思ってたんだと思いますけれども、まあ、一言で言えばその感情っていうものは、まあ、予想されていた以上に強かったっていうことだと思いますよね。それ非常に、まあ、ここまでかなっていうのは僕は大変、まあ、驚きました。なるほど。例えば社会科学なんかですと、その感情にもその人なりの合理性というものがあるというふうにまず考えた上で、はい、なぜそういうふうになったのかということを紐解いていくことは重要だというふうに考えますよね。確かに国分さんも今おっしゃったように、その人たちがなぜこの感情を抱くに至ったのかということにちゃんと目を向けないといけないんだということが、うん、まあ、重要だったと思うんですけれども、ね、どうしてそこまで強烈な離脱を支持するという感情、つまり一つの合理性というのは育ったんでしょうか。まあ、それはだからもう歴史的にこう紐解いていかなきゃいけないんでしょうけど、まあ、僕はその政治哲学とかの立場なんで、そういう点からちょっと突っ込むとですね、はい、その、まあ、主権っていうのはまあ2つ側面があるわけですね。対外的な面と対内的な面があって、はい、まあ、対外的にはまあ歴史的にはまあ戦争する権利として定義されてきた。で、はい、EU っていうのは、そのヨーロッパ共同体ってのはこれをまあ一つ制限していくっていう非常に大きな、まあ、意義ある課題を背負って始まっているわけですね、一つ、はい。で、それは、大変有意義なことだし、僕はこれすごく強く支持していますけれども、他方で主権というのにはやっぱり国内で法律を作ってそれを強制することで、まあ、国家を統治するっていうもう一つ体内的な側面があって、はい、まあ、こっちにも制限がかかるわけですよね、EU に入ると、はい、例えば関税を自分で決められないとかですね、うん、あるいは EU 法っていうのは基本的には、まあ、2種類があるんですけれども、基本的にはまあ国内法に全てしていかなきゃいけないと、はい、そうするとわけわかんない、どっか知らないところで決まった、知らない人が決めた法律がどん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 国内法になっていって、なんなんだこれはっていうふうに思う人がいるのはまあ当然だと思うんですよ。だから僕は、残留派が勝った暁には離脱派の主張をきちんと組んで、今のその主権の制限のバランスっていうのはこれでよかったのかとかっていうことをなんかこう広く時間かけて議論していく、そういう出発点になればすごく良かったんじゃないかなとか思ってたんですけど、全然そうならなくて逆のことになってしまって、だからもう大変本当に驚いたとしか言えないっていうか、非常に、ね、大変びっくりしました、ね、主権というものを巡る議論、つまり例えば EU にいろいろ言われていて、その腹立たしいとかですね、まあ、つまり反感のレベルから、はい、いや合理的な、主権まで制限されるのはどうかと思うよっていうレベルの議論までいろいろあると思うんですけれども、その主権を巡る議論って結構抽象的で生活から少し離れたような議論のようにも見えたりするじゃないですか、それがしかしイギリスの人たちの生活感覚に刺さったのはどうしてなんでしょうか。それは僕より多分谷口先生の方がおかしいと思うんですけれども、はい、ただね、一つは2004年に1回その EU 憲法がそのオランダとフランスで否決されて、その国民投票で否決されて批准されなかったっていうことがありましたね、で僕ちょうど2004年ってフランスに留学していて、あれ目の前で見てたんですけれども、はい、やっぱあの時に感じられた、そして後でちょっと EU の専門家の方の話なんかも聞いて感じたのはですね、EU ぐらいまではいいんだけど、はい、それ以上にこの超国家的組織が国家のようになっていくのは嫌だって気持ちがやっぱすごくあったんですよね、はいはい、で憲法っていうのはやっぱ国家のものじゃないですか。そうですね。だから EU っていう組織はいいが、それが国家のようになっていったらちょっとそれはストップかけるよっていうのはやっぱ気持ちが多分あったんじゃないかな。だから打ち出し方っていうか、そのプレゼンの仕方っていうのがやっぱすごく重要だったんだと思うんですよね。その憲法にしてもやっぱり憲法って言っちゃうとみんなやっぱ嫌だった。で今回もやっぱり離脱ってことには非常にやっぱり象徴的な意味の方が強いと思いますよね。だからこの後、まあ、ちょっとそれはいろんな経済の方とかの専門家の方のお話を聞いてみないと分かりませんけど、一つは考えられるシナリオとしては、まあ、その交渉していく中でなんていうのかな、もう大きく経済体制とか変わらないような交渉をしていくってこともいろいろ考えられますよね。ただ、離脱はするけれども、例えば大企業への優遇はなんか変わらないとかですね。だから、そういうふうになっても多分離脱派の人ってそんな怒んないと思うんですよね。はい。要するに離脱するっていうこの象徴的な出来事がやっぱり意味を持っているんで、まあそういう意味ではだから、感情とかプライドとか、やっぱそういうものが非常に大きく作用したんじゃないかなというのが本当に感想ですね。なるほど、うん、今の点について谷藤さんはどう感じになりますか。いや、こうすごく今ちょうど EU のっていうのはちょうど転機に来てるんだろうというふうに思うんですね、はい、なんか出発っていうのは非常に国家間主義でね、EU は何のためにあるのかっていうことになると、やっぱり国家のためにあるんだって、はい、つまり国家で解決できないことを
EC という経済という枠組みの中でいわば補強してあるんだ、はい、だから EU は国家をなくすことじゃないんだよ、うん、公正国家というもののためにあるんだよということになってくる、うん、しかしだん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 組織が整備されてくりますとね、やっぱり EU が一人歩きしちゃうっていうふうなところになってくる。制度が成熟しますでしょ、はい、まず経済からどん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 続きますでしょ、銀行同盟が全部作られますでしょ、同じ経済政策でもってヨーロッパ自由っていうものを展開されるっていうことになるでしょ、はい、今まさに国分さんが問題になった今度は憲法を作るっていうことになりますでしょ、そうするとまさに国家を超えて EU 全体が全部持ってしまうということになると、だから欧州がもう本当に各国が州になっていくわけですよね、なってきますよね、地方になっていくというか、そうなってしまうと国家のためにある EU だったんだろうって、それがね、EU のために国家があるんだっていうふうな形で大きく逆転してしまうっていうふうな、なんかちょうどそういう転機に実はこの問題がぶつかったような気がしてならないんですよね。なるほど、それがいいことなのか悪いことなのかって多分いろいろな議論がありますよね、はい、各国の国民感情としてはそれを許せないという声が多数になることは想像ができるか、できますね、例えばその国連もそうですけれども、うん、ある程度その超国家的な組織に基づいてそれぞれが権利をそこに預けながら、うん、それぞれの政策を一つの地方として集中してやっていきつつ、戦争とかあるいはその経済的な大きなショックとかっていうのを事前抑止するという議論は、うん、それはそれで必要な議論であり目指すべきところでもあった理念だったりするわけですよね、はい、うん、国分さん今の谷藤さんの議論を含めてその EU の在り方についてどうお感じになりますか。いや谷藤先生のまとめ全く賛成なんですよね。で僕の方の立場から一つまた付け足すとその、まあ、カントって哲学者が、はい、永遠平和の民っていうのを本を書いてその中で、はい、世界国家はダメだって言ったんですよね、はい、連邦じゃなきゃダメだと今ある国家の連邦じゃなきゃダメだって言ったんですよ、でそれはやっぱり一つの国家にしちゃうとみんな平等であるように見えるけど実際には支配しているやつが出るみたいな、そういう行動が出てしまうからだって言ってるんですけど、だからやっぱりもともとの国家のためにあるんだっていうところを忘れてしまうとやっぱ非常にそれに不満を持つ人たちが出てくる。だから本当そのバランスをね見直さなきゃいけなかったのにやっぱりちょっとイギリスがこう先にこうやってしまったと離脱をやってしまったっていう、本当になんか僕は本当に大変非常に残念に思ってるんですけれども、じゃあ一つ一つこう分けて考える必要があったと。例えば排外主義的なメッセージになりうるような部分は反対だが、しかしそこの背景にある例えばその福祉っていうものが機能してないんじゃないかという不満に関してはケアをするであるとか、あるいはナショナリズムの台頭となってそれが何かその国家主義みたいなものを助長するのであれば、まあ、心配をするような面もあるが、しかしそれが EU というものに基づいて自治権が奪われるんじゃないかという懸念に基づいたものであれば、そこに関しては自治のバランスを与えるといった個別の議論が本来は必要だったということになるわけですよね。ただそれを誰かがこの論争の最中にうまく整理してこれでいきましょうってやることって難しいですよね。だからね、議論自体はすごく僕にはすごくよくいい感じで起こってるように見えたんですよね。だからこれをうまくいかせばよかったんだけど、こうなるとせっかくその離脱の首相にもいいところが僕はあったと思うんだけれども、それが結局今、はい、各国で極右に利用されてたわけでしょ。フランスはルペンが早速ブラボって、でこっちも離脱しようみたいな、ね、そういうことが起こり始めてるし、だからこれではでイギリスのニュース見ててももうファラージュのっていうユーキップっていう党のファラージュの顔ばっかり出てくるわけですね。だからまあそのまあイギリスの、まあ、極右っていうかまあ非常に右の強い英国独立党っていう党首の顔ばっかり出てきてですね、だから、非常にこの、議論が、結局こういう、なんていうかな、極右思想の方に、こう、修練していってしまうっていう、非常に残念な、今、ところになってると思うんですよね。だから、それが本当にもう、僕としては、残念でならないっていうか。なるほど。それ今回、住民投票という方法が使われたことについては、国務さんはどうお感じになりますか。まあ、住民投票というか、まあ、国民投票。国民投票ですね。ですかね。これはもうでもこれしかなかったんじゃないですかね。他にこれをやっぱ議会で決めるっていうことは難しかったんじゃないかな。それであとあれですね、さっきニュースを見直していたら野党時代にキャメロンさんはその EU のことについてはレフェランダムをやんなきゃダメだっていうふうに主張してたんですよね。何ですか？それが一つ、すみません、国民投票を EU に関してこう権限移譲したりすることを決めるときには必ず国民投票をやらなきゃダメだって主張したりしてたらしくて、まあそういうのも一つ出発点になっていてってことですかね。そうですね。まあもちろん。だから、まあ国民投票をやるっていうのはまあ遅かれ早かれまあ訪れてたんじゃないかなっていうのは僕はまあ
感想ですけどね、見てて。なるほど。それは確かにそういった約束をしていた。しかしそれを実際に行うに至って、民主主義は住民投票だけではなくて、当然ながら議会だけでもなくて、いろいろな演説であるとか、対話のプラットフォームを作るであるとか、そうしたことも含めていろいろと問われてくる面があったということなので、おそらくそうした数々の政策の結果ということにもなるんでしょうね。そうですね。あと、先ほど谷口先生がご紹介してくださっていた、キャメロン首相がやろうとしたリフォームですよね、はい、だからキャメロン首相は単に国民投票やるぞって言ったんじゃなくて、まあ、EU 側と交渉していろいろ条件引き出してきて、こんな条件僕取ってきたからこれだったら残留でもいいでしょう、じゃあここで、まあ、国民投票やりましょうかって形でやったんですよね、だからそれは僕はなんていうか政治家としては結構なんていうか結構な手腕を発揮したと思うんですよ、その時は、はい、だ僕はそれはなんかそれ立派だなと思ったんですよ。だけど、やっぱりちょっといろいろ見誤ってましたよね。やっぱさっき言った感情の問題っていうのは、やっぱりああいう、まあ、スーパーエリート政治家のキャメロンみたいな人はやっぱ分かんなかったのかもしれないなっていうふうにもちょっと思いますね。なるほど、わかりました。国分さん、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。哲学者の国分光一郎さんにお話を伺いました。さて、リスナーの方からたくさんメールいただいております、はい、ラジオネームベジタブルポンチさんから、イギリスの国民投票の結果が正直信じられませんでした。民主主義のプロセスとしては、選挙運動期間中集まって車座を組んで話し合って個別訪問して、傾向を得て共有したりと、日本も見習うべきところがあったと思います、しかし感情に流されて投票しても多数ならばおかしなことでも通ってしまうと従わざるを得ないという民主主義の怖さや限界も同時に感じました。世界中がそして確実にポピュリズム的な方向に傾いているのに、分かりやすいトランプ現象ですら対岸の火事として笑っているこの国も、いつか来た道をたどってさらに転げ落ちていくのが心配ですと、ラジオネームポンポンポンタさん、イギリスの EU 離脱派の勝利によって時代の一つの転換点になってしまうような気がします。専門家から解釈すれば違うのかもしれませんが、アメリカ大統領選挙候補のトランプ旋風などと同じような感じがします。両親よりも本音の台頭する時代に変わっていくようですね。ラジオネーム RC30 さん、 EU 離脱はないと思っていたので正直びっくりしました。EU は経済面だけではなく、二度の大戦の反省として平和を希求するための連合体という意味もあったと思います。イギリスの孤立主義ともいえる動きは、国内でのナショナリズムの高まりにつながるでしょう。ヨーロッパ、世界全体の政情不安につながらなければいいのですが。風景が変化していくことに対するその不安感というものは、かなり激しいような感情というものを引き出すものわけですね。それを感情論というふうにこう単に切り捨てていれば、多分理性を名乗っている側の人たちは常に見誤り続けるということがおそらく予想できるなというふうには思うわけですよ。例えば日本に置き換えて、日本が東アジアなどで十数カ国の何か連合体みたいなものを作って、そこで何か憲法、上位憲法みたいなのを作ったときには、おそらく日本でもある種のそういった自国の憲法や自主憲法こそが重要で、他国に口を挟まれたくないとか、そうした感情的な声、でもその感情はしかしある程度の合理性とか風景がどう変わるかわからないという不満に根ざしたもので、反発する人が出てくるだということはおそらく想像はできると思うんですね。となった時にどういった対話が必要なのかといえば、単にメリットを数字で振りかざすことだけでは不十分だということまでは、まあ、想像はできると思うんですけれども、そこがやっぱりなかなか難しいところですよね。難しいですね。今政治学の中では理性の政治だけじゃなくてですね、いわば情緒の政治ってやれるようなことを、理性と情緒って感情ってフィーリングっていうものをどのようにして調和させていくのか、感情はすべて悪いわけではなくて、そういう感情があるからこそ逆に言えば政治をやっていくっていう推進力にも大きくなるわけでしょ、はい、だからそれをうまくどのようにして調和させていくかっていうふうなこともすごく大事なことなんですね。その意味では情緒の政治だとか感情の政治をどういわば私たちは再構築するかっていう課題にも関わっているんだと思うんですね。それの一番典型的な例っていうものが、私たちが今ここで考えなければいけないのは、ちゃんと受
有機デモクラシーをきちっと作るっていうことと、もう一つは先ほどから話題になっていますポピュリズムの政治って言われるようなものをどのようにしてコントロールするかっていうことが現代政治にとってすごく、あるいは現代デモクラシーにとってすごく大きな課題ではないでしょうかね。なるほど。ではそこでですね、続いてもう一方お電話でお話を伺いたいと思います、はい、東京外国語大学教授でヨーロッパ政治に詳しい渡辺弘隆さんにお話を伺います。渡辺さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。元のフランス講師ですね、はいはい、渡辺さん、今回の、イギリス EU 離脱派が勝利というこのニュースを受けてどういうふうにお感じになってますか？私もやはり皆さんと同じようにちょっとがっかりしたといいますか、驚きとともにがっかりしたって感じが強かったですね。はい、それはどうしてでしょうか？やっぱり先ほどから谷口先生おっしゃってるように、私も理性の方が最後には勝つんではないかと思っていたもんですから、やっぱり感情といいますかポピュリズムと言われている、そういう勢力が、まあ、一時的だとは思いたいんですけれども勝利をしたということがやはりちょっとショックでした。今回離脱派が勝利したことによってイギリス国内の政治というのはまずどのように動いていきそうですか？私はですね、先ほどから言ってポピュリズムというのはやはり社会の不満のはけ口をどこかに求める人たちだと思うんですね、失業者だとか低学歴の人とかっていう人たちが今回も反対、離脱派に多かったということですので、データが出てるみたいですね。そういう人たちは要するに今は EU をこのスケープゴートにしている。で、 EU に関わるいろんな、統合に関わるいろんなテーマが全て悪いものとして自分たちの不満の果て口になっている。特に移民とか難民ですね、はい、で、そういう状況が今起きていると思いますので、まあ、よく言われることですけども、欧州統合は社会や経済の景気のいい時に進むんであって、こういう悪くなった時に一旦止まってしまう。ただ停滞はするけれども、これで永久になくなる、統合の動きがなくなるのかというとやはりそうではなくて、やっぱりこれは私の考えなんですけれども、EU の統合、欧州の統合っていうのはやっぱり先ほどから出てる議論で言えば、国家 一つの国家で解決できない問題をみんなで協力して解決しようという試みではないかと、私の言葉で言えば国境を越えたリストラって言いますか、再編成、まあ、そういった動きなので、仮もしうまく本当に離脱をして、そして EU がイギリスが良くなったら、それは一国でやっていけるという証ですから、これは逆に統合は必要ないということになります、でも今の状況で言えば、いろんな条件でそのイギリスが離脱しても社会経済的にすぐに安定するという状況にないならば、やはりそれを見てやはりみんなで協力していかなきゃいけないということがまた出てくるんだろうと思います、で、いわゆる国境を越えたリストラと私が言っているものは、まあ、そういうふうにして一歩後退二歩前進といいますかね、はい、そういうプロセスではないかなと思っており、ちょっと楽観主義かもしれませんけれども。なるほど。というか今回の結果を受けて単にすぐ離脱ということにならず、いろいろなその、まあ、熟考を重ねるような場面がイギリスの中でも起きるんじゃないかということになるわけですか？はい、まあ、そういう意味では例えばよく言われているように経済関係、スイス型で二国間でね、今までやってたものを EU 全体としてじゃなくて二国間同士でもう一回、再契約をしたりですね、条約を結び直したりするプロセスがどのくらいかかるだろうと心配されていますけれども、はい、結局そういうことでやっていくし、再編成しなきゃいけないということは、ある意味で完全な離脱っていうのは結局ないんではないかと思いますね。形を変えた関わり方をするということですね。そうですね。こういう形で形式的、公式的には離脱だけれども、しかし実際経済面で本当に離脱ができるかといえば、例えば日中関係考えてみますと、政治的に非常に良くないけど、本当にじゃあ経済的にも切れるのかっていうと、これはなかなかそういう時代ではないと思います。まあ、言うなればグローバライゼーションの中の地域の統合ということですから、はい、まあ、そういった不完全な離脱を今度は選択したんだろうなと私は思っています。なるほど。今回のイギリスの結果を受けてですね、そのヨーロッパ各国でも同じような離脱をしようじゃないかとかですね、はい、住民投票やろうじゃないかというふうに声を上げている方々は各国でありますよね、はい、このイギリスの結果、経済面だけではなくて EU の各国についてどんな影響をこれから与えていくと思いますか？一つはやっぱり私は EU 意識と呼んでるんですけど、一般的に言えば EU へのアイデンティティがやっぱり少し下がったといいますか、陰りを見せたということになると思います。ただし
どのくらいかかるか分かりませんけど、例えばイギリスが離脱して、そしてすぐに経済が立て直せるかっていうと、私はしばらくちょっと厳しい状況が続くんじゃないかと思います。で、より厳しい状況が起こったときですね、1週間か2週間か1ヶ月か3ヶ月か分かりませんけども、今日のような時代ですから、それはすぐ他の国にも分かると思います。はい。であの極右のフランスなんか、私専門フランスですけれども、あのルペンという極右の運動が今非常にヨーロッパで一番大きな動きを示し勢いを示してますけれども、彼らが伸びた背景にはあの社会保障を強調して、あの今苦境にある人たちを救おうじゃないかという単なる排外主義だけではなくてですね、そういう面を強調したわけですよね。そうすると離脱によってそういう人たちが救われたのかどうなのかっていうのが、はいはい、一目瞭然に分かる時期が来ると思うんですね。1ヶ月で判断するのか2ヶ月で判断するのか分かりませんけれども、はい、でその時に良くなっていればいいけれども、良くなってない場合にはそのポピュリズムですから、そういう EU 離脱という動きがですね、やっぱりちょっと今度逆にやっぱりダメなんじゃないか、一国じゃダメなんじゃないかということにもなりかねないと思います。なるほど。あの、まあ、社会調査の結果でおそらくイギリスの例えば今回離脱賛成派だった人、それから残留派だった人、それぞれが1年経って2年経ってどうだったのかっていうことは、はい、いろいろ、まあ、追うことはできるわけですから、まあ、各国もですね、まあ、イギリスに続けというふうに言っていいのかみたいなことは、そういった数字を参考に議論することは多分できると思うんですけど、はい、他方でそれぞれの国にもおそらく移民問題であるとか自治の問題などで不安を抱えている層は、はい、まあ、変わらずいると思うんですよね、はい、となるとそれぞれの国はどういった政治的課題を今回その浮き彫りにさせられたというふうに考えればいいんでしょうか。今まさにおっしゃられたように共通の問題を抱えていると思うんですね、はい、景気の問題、移民の問題、 EU に関わる形で、まあ、これは先ほどの話で言えば2004年に拡大をしたときにですね、特に東ヨーロッパへの拡大をしたときに、はい、南北問題っていうのが前提としてあったわけですね、EU の中での経済格差、社会格差がですね、はい、やっぱりこれが結局克服しきれないままになっている。例えばフランスの憲法条約の国民投票の時も、それから今回のイギリスの投票の時も、ポーランドの労働者の安い賃金だとか、ルーマニアの労働者の安い賃金が失業者を、自分たちの職を奪うぞというふうなね、そういう話が出るわけですから、はい、そういうEU の中の構造というものがやっぱりそう簡単には変わらなかったということを各国は今共有していると思います。でそういう中で移民の問題、経済格差の問題っていうのをどう克服していくかということで、また再びもう一度一国だけではなくて、やっぱりみんなで共有しながら考えていかなきゃいけないっていうことを、まあ、いずれすぐにじゃないまでもいずれ確認する時期が来るんではないかと思います。なるほど。こうしたその決断、EU の他の国についてですね、まあ、それぞれまあ向き合っていく必要があると思うんですけれども、やっぱりその格差を是正するという点で言えば、やっぱ EU の中でも豊かな国が、例えば、はい、自分たちの方が負担を負ってるじゃないかという不満感を出し続けていくのかなという気もするんですが、はい、そうしたその何か、各国のまあ、格差不満というものを各国間でこう埋め合わせていく、国内だけじゃなくて各国間で埋め合わせていくにはこれからどうしていけばいいでしょうか。やはりコンセンサスをどう取っていくかということだと思います。そういう意味では、はい、今特にギリシャ、この数年来ですね、ギリシャの財政危機やなんかの克服の問題で緊縮財政、この旗振り役をやっているのがドイツになりますので、はい、そういう意味ではその EU 統合イクオール反 EU イクオール反ドイツというふうな構造ができていますよね、そういう意味ではやっぱりドイツだとかフランスだとか、そして今回こういうことにはなりましたけども、イギリスなどという、むしろ北の南北問題で言えば北の豊かな国がいかに南の国、あるいは格差を是正するために負担を負っていくかということを、これは実は構造基金とかですね、 EU の中でそういうシステムはあるんですけれども、ね、はい、まだ十分に機能していない、十分ではないことがあるので、うん、これはそう早急にやらなきゃいけないと思います。というのは一方でこれを今の時代っていうのは、はい、例えば東ヨーロッパの国々に対しては、例えば中国が一帯一路というふうな夢、中国の夢ですね、そういう中でかなり
援助をしたりですね、はい、ギリシャの危機の時も中国がお金を随分出したりしましたもんですからね、そういう意味ではその辺しっかりしない限りは EU そのものの言ったアイデンティティあるいは、団結性っていうのが団結力っていうのが鈍ってしまうというふうに思います。それこそまさに本当の EU の崩壊の危機だと思います。なるほど。 今以上に今の、イギリスの離脱ということ以上にそういうことの方が大きいと思います。全くおっしゃるようにそういう格差是正ということをどうやっていくか、それを今問われているというのがむしろ本質の問いではないかと思います。そうですね、わかりました。渡辺さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。東京外国語大学教授でヨーロッパ政治に詳しい渡辺博隆さんにお話を伺いました。まあ、今中国という話もありましたけども、 EU の力がもし削がれるということになれば、他にもそのロシアとのパワーバランスなども含めて、はいはい、いろいろな実は安全保障上の問題、はい、国際情勢上の変化というのもあるわけですよね、はい、すごく重要な問題ですね、そうですね、幅広い観点から見ていかなくてはいけない。そうした中でこれからのイギリスの動きと EU の対応、残り時間短いんですけど、どういった点にこれから注目していけばいいのか教えてください。まず一番最初にはですね、EU のは誰が交渉するかというのは決まっているわけなんです、はい、イギリスを除いた27カ国の理事会の中で交渉に当たるのは2つ選んで、この離脱交渉が始まるわけなんです、はい、で一方でですね、イギリスは誰が交渉するか、責任を持って、はい、そして国民がそれに対してどう託すか、託すっていうようなある種の精神的な気持ちになれるかどうかっていうことですね、その意味ではイギリス政治そのものを修復していかなければ、先ほど言った対立と分裂の状況にあるのが非常に修復していかなければいけない。ポストキャメロンがまず注目ですよね。だからポストキャメロンが誰になるか、ポストキャメロンを決めるだけでは私はダメだと思います、結局は総選挙だというふうに思います。それが選挙によって正当化されるかどうか、もしかしたらそれによって政権交代があり得るかもしれない、はい、あ、それで私たちが選んだんだっていうことになったら、その代表として交渉が始まるっていうふうな、イギリスの政治の中ではそういうふうな手続きっていうもの、だから時期に私は選挙をせざるを得ない、それは国内的に統合するためにもそうせざるを得ないだろうというふうに思います。だからイギリス国内の世論の変化、そしてそれの表れである、まあ、中央議会、そしてまあ首相ですね、はい、そうした顔ぶれがどうなっていくのか、まずは見ていかなくてはいけないということが分かりますね、はい、今夜はスタジオに早稲田大学教授でイギリス政治にお詳しい谷藤悦司さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 UHC Session 22